こんにちは、たかしです。本日は2月5日土曜日、週末ですので、来週7日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。現在はエリオット波動1234となって、ここが今4波進行中、もしくは今5波が出ている途中なのかというところと考えております。インジケーターストキャスティクスは今デッドクロスして下げてきてますが、週明けもしかしたらここがゴールデンクロスに変わってくるんじゃないかと考えてます。マクディに関しては方向感がなかったんですが、今ここ2週間の上昇によっておそらくもう少し上を向いてくると考えておりますが、今ここからどうなるかっていうところですね。今週足では、この高値、この高値を結んだこの白いラインを目指して今上昇してきていると考えております。そうなるとここのラインですね、この黄色のライン、ここが 50%、 これはここの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% なんですね、このライン。そして今そのラインっていうのを目指して上昇中と考えております。でその中でですね、ここのところ急激に上昇しておりまして、そして1月から今一旦下落してきておりました。それがこの陰線2本ですね。今それを陽線で食い止めた形にはなっております。ちょうどこの GMMA と接触するところで反発してきておりますので、上位足を見てますとこのまま上昇するんじゃないかというふうには見えます。ただここ昨日金曜日だったということもありますが、やはり今上値が重いなという感じにも見れます。そしてこの赤いラインですね、これが週足の平行チャンネルなんですが、その今上限にありますので高値圏での攻防となっております。そしてここ1回2回とこの上昇、この平行チャンネルの上限を超えたところが全否定2回されておりますので、今もう一度そこに入ってきているんですが、やはり上値は重くなる展開になるなとは感じております。では日足です。先ほどの平行チャンネル、ここですね、週足の平行チャンネルの上限です、この赤のラインです。そこを今1回2回と全否定されておりますので、今回そこのエリアに入ってきたんですけれども、今ここがどうなるかというところですね。で今、この辺を目指して上昇してくるとは思ってるんです。ここっていうのがこの高値、この安値、この安値の3点を結んだこの黄色の平行チャンネルの中に今あると思ってまして、その中での推移かなと考えていたんですが、今この上昇を半値で戻してきましたので、おそらく一旦は158円ぐらいを目指して上昇してくると考えますが、今インジケーターストキャスティクスが高値圏でデッドクロスしてきているところが気になります。でマックディに関してはモメンタムが今一旦下落のモメンタムが消えて、ゴールデンクロスはしてきているんですけれども、ここがちょっと怪しいところ、まだここからしばらく上向きには進むとは思うんですが、今ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしておりますので、これが解消されないともう一段上は目指せないんじゃないかなと考えております。と言いますのも、ここ今高値圏でしょ、ここも高値圏、ここっていうのはここなんですよね。この下落がこのストキャスティクスの下落に当たるんですね。そしてここ高値圏からの下落っていうのがここの下落になりますので、高値圏に入るとやはり一旦結構大きめの下落になるんですね。でここから下がってくると考えますと、ここからの大きな下落になっていく可能性があると見ております。ただ今、目線的には GMMA に支えられて上昇してきておりますので、今このまま上げていくというふうにも考えられますので、ここから大きく下げるというイメージではなく、このストキャスティクスが次安値圏に入るまでの時間調整がいるんじゃないかなと考えてます。でここですね、この安値圏からゴールデンクロスしたところ、ここっていうのはここの上昇にあたります。そしてここっていうのはここの上昇ですね。そしてここっていうのはここの上昇、ここはあまり上昇してませんが、とにかくストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスしたところっていうのはそれなりの上昇しているんですね。で今ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしたところっていうのもそれなりの下落をしておりますので、今ストキャスティクスがこの高値圏でのこの過熱感を解消してある程度下げてくるのを待つ時期に入るんじゃないかと思っておりますと考えると、ここでのレンジになるのかなと見ております。ただ週足では今ここの2本の下落、ここ週足では2本の陰線になってるんですが、それを今ここ2本の陽線で打ち消した形にはなってます。でそれを下回ってきたら今度陰線を更新する形になりますので、この安値の更新になると
またこの下を目指して下落するんじゃないかとは見ておりますが、今のところは一旦のこの下落を打ち消したんじゃないかというふうに見てますし、この GMMA に支えられて上昇してきていると見てますので、基本的には押し目買いなんですね。ただ先ほど言いましたように、ストキャスティックスのこの過熱感の解消のための期間が今から入っていくと考えますので、ここでの三角持ち合いになるのかレンジになるのかというところで、この辺でうだうだとするような、1週間、来週はそんな週になるんじゃないかなって考えてます。では4時間足です。今エリオット波動オレンジ、この 1,2,3,4,5 とイメージしております。でこの5波がどこで終わるかですね。でそれがですね、今一旦ここ1時間足の目線切り替えポイントはこの紫の点線と考えておりますので、この辺付近までは上げるんじゃないかなとは見ておりますが、今まあ、昨日が金曜日ということもありましたので、ここをですね、この辺がだいぶ上髭が出て上値が重そうにも見えますね。そしてストキャスティクス、マクディともに方向感はあまりない感じですので、今ここからどっちに動くのかっていうところですが、基本的にはこの GMMA にサポートされて今上がってきているように見えます。この辺が GMMA に支えられてますよね。でそれで今一旦上昇して、次 GMMA に接触したところで、ここで支えられるようですと、もう一段上昇をするでしょうけれども、ここを下抜けてくると一旦この辺153円ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいかもしれないなとは見ております。ただ先ほど日足や週足でも言いましたが、ここの下落に対して一旦そのこの下落を否定している形にはなっておりますので、ここを下抜ける可能性というのは低いとは考えますけれども、今ここの、白のラインですね、このトレンドライン、これを下抜けてくるとこの辺ぐらいまで下げてくる可能性がありますので、もしかしたらここでの大きなレンジになるのか、それともここでの三角持ち合いになるのかというところも考えられますので、その辺も考慮してトレードしていけるといいなとは考えてます。たちまちはこの白のラインですね、このラインを、下抜けるかどうかですね。ここを下抜けてくると今までのこの上昇ですね、この、トレンドが一旦崩れますので、少し、目線をフラットにしていかないといけないなというのは感じますけれども、基本的には上位足では上目線となっておりますので、長期的に見たらやはり上に上がっていくんだろうなとは見ておりますが、ただ短期的にはもしかしたら一時的に下落ということも考えられます。そしてですね、今エリオット波動この1,2,3,4,5というのなんですが、この5波到達のターゲットというのをポストプライムの方で投稿しております。こちらは有料投稿になりますので、月額980円で投稿しておりますので、もしご興味があれば見ていただけると嬉しいんですけれども、エリオット波動っていうのは推進波のこの 1,2,3,4,5 っていうのと、そこからの修正波の A,B,C というこの3波の合計8波で成り立ってるんですけれども、その、推進波の5波の到達ポイントっていうのが分かれば、そこからの修正波を頭から取っていくことができるんですね。なのでそういったトレードの仕方を僕はするんですけれども、もしよかったらご覧いただけると嬉しいです。で話を戻すんですけれども、今はここを割れるかどうかですね。一旦はこの紫の1時間足の目線切り替えのポイントまでは上げてくるんじゃないかと、つまり157円ぐらいまで一旦上昇した後に、その後どうなるかっていうところがポイントですね。ただ今だいぶ上値が重い感じに見えますので、ここで上げてきてもう一度下げてくると、ここで今度3損を描きに行くような可能性もありますので、その辺は注意かなと。もし3損を描くようなことがあれば、一旦の下落を待つのがいいとは考えております。では1時間足です。1時間足もここにエリオット波動が完成しているんじゃないかと考えております。ここ 1,2,3,4,5 で、ここの最終のこの強い上昇が5波と見ることができますので、でここからの今修正波に入っていると見れます。今一旦ここフィボナッチリトレースメントの 23.6% のところまでは達成してるんですが、ABC と下げてくるなら、この辺 38.2%、 155円ぐらいまでは下げてきてもおかしくないなと見ておりますので、ここのトレンドラインを割ってくるようですと、一旦はこの辺付近を目指して下落してくると考えられます。ただここの強い上昇のこの支点になるここですね、ちょうどこれが 155.129 のこのオレンジのラインと重なってるんですが、ここを下抜けてくると短期的には目線が下に変わりますので、そうするともう一段大きく下落する可能性がありますので、その辺は注意ですね。今は一旦週明け、ここの白のラインで支えられるかどうか
というところがポイント。そして次はこの紫ですね。この紫のラインを超えてこられるかどうかっていうところがポイントかなと見ておりますので、もしかしたらこの辺でのこういった、アセンディングトライアングルを描く可能性もありますし、今は一旦この紫のラインを超えてくると1時間足の目線が切り替わりますので、ここからまた押し目買いで入っていけばいいでしょうし、もしこの紫のラインを超えてこられないようですと一旦は下落をする、先ほど言ってましたこの 155.129 あたり、この辺で下げ止まるのを待つのがいいのかなと見ております。そしてここ 155.129 を明確に1時間足で下抜けてきた場合は、ここでの一旦の下落を待つんですけれども、そうなると先ほどのこの白のラインのこの下ぐらい、このエリオットハードの支点ぐらいのところ153円ぐらいまでは下げてくる可能性もありますので、その辺のどこで引っかかるかですね。先ほど上位足では上目線と言っておりますが、この153円を下抜けるまではそのまま上目線継続かなと見ているんですね。ここが週足のこの陰線を指定したポイントが153円になりますので、ここを下抜けてくるともっと下落というふうに考えられますので、今一旦この辺でどのように動くかっていうところがポイントかなと見ております。で、今4時間足の GMMA がこの辺を走っておりますので、ここを下抜けると比較的大きく下落しそうにも感じますので、今一旦のポイントとしてはここ 155.129 付近、この上昇の支点に当たる部分ですね、ここを下抜けるかどうか、ここで支えられたらもう一段の上昇になるでしょうし、ここを下抜けるともう少し大きく下落しそうな感じにも見えますので、その辺は注意が必要です。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。